優勝しました戸塚邦康選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちいかがでしょうか。ちょっと、はい、嬉しいですもう一気に行きましたね。はい、そうですね。やっぱ優勝戦でも伸びは良くて、ちょっといけるかなって手応えもあったんで、本当にいけて良かったです。じゃあ、今日も最後までしっかりと調整してましたけれども、はいはい、船橋は自信を持って。そうですね、優勝戦の中で一番出てたと思います。エンジンのおかげですね、本当に。風もだいぶ難しかったと思うんですけれども、はい、もうよく分かんなかったんであんまり気にせず、まあ、分かるとこ思い切っていこうと思っていったら、なんかいいタイミングっぽかったんで、たまたま良かったです。もうそうなればもう迷わず行った一幕で。そうですね、はい、足はやっぱり優勝戦の中で展示からちょっといいなって気配はあったんで行くだけだと思いました。じゃあもう一幕回った後はよしって思いもありましたか。いや、もう何を見せるか分かんないんで、はい、2マークまではすごい気は、ずっと立ってたですね。緊張してました、ずっと。はい、じゃあ今ちょっとほっとしてる感じも。そうですね、ドキドキと3周2マークを回るまでちょっと結構ドキドキしてました。今年は5月に平和島で初優勝を飾って、はいはい、あの時も6コースからのまくり出しでかなりインパクトがあったんですけれども、はいはい、いや、たまたま、はい、前節は展開があってこの前の優勝はたまたまで、今節はエンジンが良くて伸びていったんで、まあまあエンジンのおかげでいいエンジン引けた月だと思います。ただもともと勝率あるモーター手にされて、はい、それをしっかりと調整で引き出してきたのも戸塚選手です。まあもともと良かったですけど、まあ、だんだん日に日には良くなっていけたかなっていうのはちょっと自信にはなりました。これで今年2回目、通算でも2回目の優勝で、はい、徐々に、ね、年末にも近づいてきてますが、今年の流れいかがでしょう。今年はそうですね、もう優勝できたから、はい、し、まあ、レースもなんか落ち着いてできるようになってきて、少しは成長できているのかなと実感を持てて最近レースできてますかね、はい。まあ、今節もとにかく強しでしたね。はい、そうですね、前それ言われた時は勝てなかったんで、はい、今日は見せれたかなと思います。戸塚邦義選手、はい、並び替えるととにかく強し、はい、はい、僕もあれですね、番組で初めて知りましたけど。あ、そうなんですね。そんな、はい、考えたことなくて、はい、はい、番組で見て他の先輩とかに言われて、ああそうなんですかぐらいだったんですけど、はい、まあ、ちょっとそれに恥じないような選手になっていかなきゃいけないですね。最高にいい名前ですね。親に感謝します。では最後、ファンの皆様にもう一言お願いします。なんですかね、とりあえず外からも一等を目指して走るんで、外に乗った時も船券買ってください。これからもお願いします。優勝おめでとうございました。ありがとうございました。